大宮アルディージャ、大宮アルディージャ、大宮アルディージャ,ーーージャとは、日本の埼玉県埼玉市をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する、プロサッカークラブである。1969年総部の電電関東サッカー部が前身であり、1999年に J リーグへ加盟した。ホームスタジアムは、ナックファイブスタジアム大宮。 練習場は大宮アルディージャ練習場、埼玉市高木サッカー場である。詳細は、ホームスタジアム、練習場を参照。運営会社は、NTT スポーツコミュニティ、NTT スポーツコミュニティ株式会社である。クラブ名の、アルディージャ、アーゲアは、スペイン語でリスを意味する、アーディアに由来し、読みやすいように変更した造語、LL 参照である。なお、リスは、大宮市、 現、埼玉市が1990年の市政施行50周年、記念の際に定めたマスコットである。ダービーマッチとして、浦和レッドダイヤモンズとの対戦を、埼玉ダービー、柏レイソルとの対戦を、野田線、ダービー、本拠地に、東部野田線が走ることからと呼称している。1969年に、旧浦和市で結成された電電関東サッカー部が、前身であり、 1987年から1992年まで、日本サッカーリーグ2部に在籍した。1998年、旧大宮市をホームタウンとして、チーム名を、大宮 r d j へ改称。1998年12月、東日本電信電話が中心となり NTT、ドコモ、NTT データ、NTT ファシリティーズ、NTT コムウェア、 日本コムシスなどの NTT グループ及び関連企業18社が出資して運営会社となる NTT スポーツコミュニティ株式会社が設立された。1999年オランダ人のピム・ファーベークが監督に就任。序盤は首位争いをしていたが、その権威役だった FW ヨルンブーレが深夜の都内で暴漢に襲われ左目失明の重傷を負って引退して、 以降失速し、最終成績はリーグ6位。2000年、三浦俊也が監督に就任。この年、初めて、浦和との埼玉ダービーが行われた、大宮の1勝3敗。2001年、前半戦を17勝3分2敗の首位で終えたが、後半戦は FW ジョルジーニ及びパナマ代表 FW のバルデスが共に重勝を追い、 後半戦より加入したバレーが活躍したが、後半戦は9勝3分10敗の成績で、最終順位は5位であった。なお、この年限りで、三浦は、監督を辞任した。2004年、3シーズンぶりに、三浦が監督に就任。11月20日の水戸戦で勝利して、J1 自動昇格条件の2位以上を確定。シーズン二位の成績で二千五年からの J1 昇格を、 決めた。三浦大成2年目。元ブラジル代表の FW クリスティアンや、地元大宮出身の FW 桜井直と、元日本代表 MF、藤本力などを補強。リーグ戦は、第16節時点で7位につけたが、リーグ戦15試合で6得点のクリスティアンが、サンパウロ FC に移籍した。また、桜井をはじめ故障者が続出し、 第22節から第28節まで7連敗。第28節時点で16位まで順位を下げたが、レアンドロ、若林マナブラの活躍もあり、第29節から4連勝して、最終成績は13位。優勝した G 大阪に2戦2勝だったほか、ホームの埼玉ダービーに勝利した。ナビスコ杯はベスト8、天皇杯はベスト4へ進出した。 三浦大成三年目。柏から DF、土屋エクオ、鳩安弘、東京 V から MF、小林圭一、小林大吾、神戸から佐伯直也を獲得し、また FW には、吉原幸太、G 大阪、サウルマルティネス、前、上海進化、ホンジュラス代表、GK、エスミコウジ、前、大分など、各ポジションに選手を補強、シーズン途中に、 元岩田の FW、ロドリーゴ・グラウを獲得した。しかし、マルティネスは不審のため4月末で解雇され、グラウはレンタル遺跡であったが、本人の希望により契約延長せず、わずか3ヶ月で退団した。シーズン終盤に、ブラジル人 FW のアディソンを補強したが、チーム浮上のきっかけとはならず、12位でシーズンを終えた。シーズン終了後、三浦が監督を退任。 かつて監督を務めた、ピムの弟である、ロバート・ファーベイクが監督に就任。トニーニョが退団。久永達則は、レンタル期間満了、福岡へ復帰、土屋が、東京 V へ完全一席した。リーグ戦は前半戦で3勝7分8敗の16位、入れ替え戦圏内と低迷。ロバートは解任され、協会区政部長の佐久間悟が監督に就任。 その後もチームの調子は急浮上といかなかったものの、15位で J1 残留となった。三浦の監督退任時からオファーを出していた山形元監督の樋口康雄が監督に就任。樋口は攻撃的なサッカーを施行し、第14節時点で7位につけたが、後半は無得点記録と6連敗を記録し、12勝7分け15敗の12位でシーズンを終えた。同年限りで、 樋口は退任となった。監督に東京部や札幌で指揮を取っていた、町外流が就任。GK、荒谷広木、札幌へ、MF、佐伯直也、千葉へ、MF 小林大吾、ノルウェーン一部スターベクイフへ、レンタル、FW、吉原光太、水戸へ、が移籍した。補強面では、札幌にレンタル移籍していた、GK、 高木高弘が復帰したほか、湘南から FW 石原直樹、トスから FW 藤田義文、韓国、水原から BF、的、と、歩行から MF 僕、原はじめが遺跡加入。またレンタル遺跡であった MF 内田智也が完全遺跡となった。開幕当初から、首相の MF 小林圭一など怪我人が続出した上、その小林圭が、 蝶の構想から外れで、柏へ、レンタル移籍するなど苦戦が続き、シーズン終盤で辛くも J1 残留を果たすに止まった。また、アルディージャの誓いの中に目標として掲げていた、2009年までに、年間観客動員30万人、オリーグ戦、ホーム最終戦、J1 残留を決めた、柏戦で達成した後に水増しであったことが発覚。2>, 大2年目。 主力選手だった DEF、鳩康弘が横浜 FMA、DF、富田大輔が神戸へ、MF、片岡洋介は京都へ移籍したが、新潟の政治系だった北野高幸、大分から DF、深谷祐希、甲府から DF、杉山新羅を獲得した。また、開幕直前には DEF、塚本康氏が右大腿骨の骨肉腫を患っていたことが、 明らかになった。3月7日の新大阪戦に3-0で勝利し、第1節終了時ではあるが、チームとして初の J1 単独首位に立ったが、第8節終了時で1勝2分5敗の成績で、蝶が監督を辞任。後任に、元新潟監督の鈴木厚氏が監督に就任すると、チーム状態は上向き、結果的に、ホーム最終戦の第33節で、 J1 残留を決めた。10月2日に埼玉スタジアムで行われた浦和戦で観客数水増しが発覚。発覚当初、クラブ側は全面否定したものの、翌日にリーグ事務局の本格調査が入ると一転して4000人以上の水増しを認め、10月19日に渡辺誠吾は代表取締役を辞任した。 2007年11月以降に主観した58試合で観客数を水増しし、その合計は11万1737人であった。11月16日、社団法人日本プロサッカーリーグより検疾、始末書の提出及び制裁金2000万円の処分が課せられた。鈴木大成2年目、的と李博氏が対談、野生学が柏え、藤田義文が、 横浜 FCE へ、内田智也が甲府へ完全移籍。市川正彦が東京 V へ、レンタル移籍。レンタル移籍で加入していた、多田大輔は鳥取へ移籍した。時田光平、大分、荒井良平、FC 岐阜のレンタル移籍期間も延長された。一方、京都から片岡洋介が復帰。同じく京都から渡辺大吾。 FC 東京から、金英圏、大分から東京悟ル、岩田から上田光太が完全遺跡で加入し、レンタル遺跡だった、坪内秀幸は完全遺跡となり、清水慎太郎が加入した。8月には、CR バスコダガマから、7月まで、新大阪に所属していたホドリゴピンパンを、レンタル遺跡で獲得した。リーグ戦は連勝も、連敗。 三連敗が一度だけもないという星取りで、ホームゲームで勝てない、8月27日の第24節、岩田戦でようやく一勝目、12月3日の第34節、甲府戦で二勝目という状況だったが、11月19日の第32節、鹿島戦前に J1 残留が確定。最終順位は13位。天皇杯は、初戦で福岡大学に、 pk 戦で敗退した。12月には、選手としての早期復帰が見込めなかった、塚本康氏との契約を解除した、翌年1月に、アンバサダーに就任。鈴木大成3年目。ほどり後ピンパン、李天秀が退団。7年間在籍していた、藤本力が熊本に、石原直樹が広島に、杉山真が横浜 FC に、2年間岐阜に、レンタル移籍していた。 新井良平が北九州に完全移籍、木原正和が服を変え、宮崎康史美義が湘南にレンタル遺跡。富山にレンタル遺跡していた福田俊介、大分にレンタル遺跡していた時田康平はレンタル遺跡期間延長となった。補強としては、新潟からよんちょる、川崎から菊池光章、山形から長谷川優。 G 大阪から下平匠を完全遺跡で獲得。また、新外国人選手として、サンパウロ f c からカルリーニョスを期限付き遺跡で獲得し、市川雅彦をレンタル遺跡から復帰させた。シーズン開始後、第2節終了時に8位であったが、2014FIFA ワールドカップアジア4次予選によるリーグ戦、中断直前の 第13節終了時点で15位の順位であった。5月、監督の鈴木、ヘッドコーチの石井智之を解任し、6月に千葉などの元監督のズデンコ・ベルデニックが監督に、ユースコーチだった井上拓也がヘッドコーチにそれぞれ就任した。戦力面では7月に FW ラファエルがボタフォゴ FR へ移籍した一方、FW ノバコビッチ、ズラタンや DF、 川本博之を獲得した。第24節時点で17位に順位を落としたが、第24節、浦和戦、引き分けから、最終節まで、リーグ戦11戦、連続、5勝6分、天皇杯を含めて公式戦13試合連続負けなしを、記録。第33節の岩田戦に勝利した時点で、J1 残留を確定。最終順位は13位。 ベルデニック体制2年目、市川雅彦が団。東京サ悟ルが FC 東京に深谷勇気が大部に完全遺跡。レンタル遺跡していた木原正和、福岡、時田光平、大分は完全遺跡に移行。川本博之は期限遺跡満了で神戸に復帰。金久保淳は福岡に、イグノが北九州にレンタル遺跡した。補強は 東京 V から高橋翔平をレンタル遺跡だったカルリーニョスが完全遺跡で獲得。福田俊介、宮崎康史美にがレンタル遺跡から復帰。富山高光、今井智樹、川田周平が加入した。リーグ戦は前年後半からの無敗を継続。第7節浦和戦で鹿島が持っていた J1 連続無敗記録を更新すると次の鹿島戦で首位に立ち、 第11節仙台戦で敗北を喫するまでに J1 記録を21、13勝8分に伸ばした。ナビスコカップはグループリーグ敗退。J1 リーグ戦でもコンフェデレーションズカップによる中断明けの7月、第16節から連敗を喫し、5連敗目となった第20節の翌日の8月11日にベルデニックを解任して、小倉つもが監督に就任。なお、 カルリーニョスが岩田へ、清水慎太郎が岡山へ、レンタル移籍したが、仙台から和田拓也、元シドニー FC で、オーストラリア代表のニールを補強した。しかし、小倉式下でも J1 リーグ戦で連敗を止めることが、できず、結果的に連敗は8まで伸びたが、第24節横浜 F マリノス戦で連敗を止めた。第25節から第32節まで、 シーズン二度目の八連敗を起死したが、第33節、第34節と連勝して、最終順位は14位。なお、第34節湘南戦の勝利により、J1 通算100勝を達成した。シーズン終了後に、小倉が監督を退任した。また、岡本武之が、GM、古谷武志が、強化部長をそれぞれ退任した。 元 FC 東京監督の大熊清が監督に就任。橋本総重が、タイのチョンブリー FC へ、青木拓也が浦和へ、下平匠が横浜 FM へ、鈴木のりょうが仙台へ完全移籍、宮崎康史美が群馬へ、福岡へ、レンタル移籍した、金久保淳が川崎へ、北九州へ、レンタル移籍していた、リコンしのぎが、J3 ブラウブリッツ秋田へ、レンタル移籍。 清水慎太郎、岡山のレンタル遺跡期間が延長。ノバコビッチがレンタル遺跡期間満了。後に、清水へ遺跡、ニールが退団した。一方で、c 大阪から横山智信を、FC 東京から中村北斗を、水戸から橋本浩二を、RCD マヨルカから課長秋広を完全遺跡で獲得。藤井裕太、高瀬裕子を、大山圭介。 泉沢一氏が加入した。リーグ戦では、開幕2戦で連敗後、第3予説と連勝し、一旦8位まで順位を上げるものの、直後の第5節から4連敗を含む7試合未勝利となり、第12節時点で17位に順位を下げた。また、12節以降、ワールドカップによる、中断期間前まで公式戦勝利から遠ざかる。ワールドカップによる、 集団中には2010年 W ブリューハイセルビア代表のムルジャをレッドスターベオグラードからまたチョオニを、喜び南 FC からそれぞれ補強した一方チョヨンチョルがカタール SC ジェナンラドンチッチが大分トリニータにそれぞれ移籍した集団期間終了後もリーグ戦10試合連続未勝利となった第24節終了後の8月31日に監督の大熊を解任し コーチの渋谷博樹が監督に就任した。渋谷の就任後は11戦で5勝1分5敗であったが、降格圏から脱することができず、16位で迎えた最終節は、セレッソ大阪に2の0で勝利したものの、15位の清水、エスパルスが引き分けたため、J に降格が決定した。渋谷体制2年目、塩田ひとが FC 東京から、 加藤純大を裏和から、川本博之と、大谷翼を神戸から、横谷茂を京都から、張戸隆二を戸すからいずれも完全遺跡で獲得し、高山和佐と小島美木都氏が大宮ユースから昇格し、清水慎太郎が岡山から復帰した。一方、北野高之と、長鬼が対談し、増田哲氏は、レンタル終了で、うるサ現代へ復帰し、 江ス康二が富山へ、中村北斗が福を変え、高橋翔平が神戸へ、橋本康二が川崎へ、長谷川優が徳島へ、それぞれ完全一席した。リーグ戦は、序盤はもたつき、第2節と第5節は、13位、10位と2桁順位になっていたが、着々と勝ちを積み重ね、第15節からは首位を一度も譲ることはなく、 福岡や岩田との熾烈な自動昇格争いの末、一試合を残して、j に優勝と自動昇格を決めた。渋谷体制3年目、昇格者年度の目標として、勝ち点48、年間順位7位から12位を掲げた。沼田敬吾をさぬきから、岩上雄三を松本から、江坂人を群馬から、奥井亮を神戸から、ネーツペチュニクを千葉から、 松井健也を川崎から完全遺跡で獲得。一方、カルリーニョスが、徳島、藤井太が、横浜 FC、片岡洋介が、鳥取、富山高光が、鳥栖、渡辺大豪が、富山アイパークへ完全遺跡、清水景気、高瀬優光が、群馬、川田周平が栃木へ、レンタル遺跡した。開幕から順調に勝ち点を積み上げ、 第13節突戦で江坂の挙げたヘディングゴールで J1 通算400ゴールを達成した。また課長が日本人選手では J1 初となる2桁得点を達成した。第28節広島戦で6試合を残して J1 残留を確定。また続く第29節の川崎戦も3の2で勝利し、 クラブ J1 過去最高の勝ち点46以上を確定。さらに今まで勝ちのなかった鹿島サッカースタジアムでの第31節鹿島戦でも3から1の勝利を収めて勝ち点を50に伸ばし、シーズンの目標である勝ち点48を達成した。ACL の出場可能性のある4位には届かなかったものの、 最終的に J1 では最高成績の5位でシーズンを終えた。2年ぶりに挑んだ J リーグカップでは予選トーナメント2位の成績で2005年以来の決勝トーナメントに進出。前回進出時と同じく横浜 F マリノスとの準々決勝ではホームでの第1戦は2から1で勝利するもアウェーでの第2戦は0から1となり2戦合計の スコアは2から2もアウェイゴールでは劣るため、準々決勝敗退となった。天皇杯では2005年以来2度目のベスト4まで勝ち上がったが、川崎フロンターレに0から1で敗戦して、今シーズンが終わった。渋谷大成4年目、瀬川雄介を群馬から、まむた妖精を、柏、長谷川アリアジャスルを、湘南、大前元則を清水から完全遺跡で獲得し、 マテウスが完全移籍に移行した。一方、福田俊介が昨年シーズン途中から、期限付き移籍していた北九州へ完全移籍したほか、課長秋広が、川崎、泉沢人志が、G 大阪、川田周平が、昨年期限付き移籍していた、栃木 SC へ、それぞれ完全移籍小島美きと氏が、水戸、横山智信が、札幌、 川田健闘が群馬へ期限付き移籍した。リーグ戦では、開幕から6連敗で最下位に沈み、第7節清水戦を1の1で、引き分け連敗を止めリーグ戦初勝ち点を挙げるも、続く第8節 G 大阪戦では6失点を喫し、惨敗。第9節の埼玉ダービーで、首位浦和からシーズン初勝利を挙げるも、その後も低迷。5月27日の、 第13節柏戦で4失点し敗戦すると、翌5月28日に、監督の渋谷とヘッドコーチの黒崎久氏を解任し、公認として、伊藤明の監督就任、海本慶治のヘッドコーチ就任を発表した。監督交代後も成績は向上せず、残り3試合となった段階でフロントは2度目の監督交代を決断。伊藤と強化本部長の松本を解任し、 5月まで、鹿島の指揮を取っていた、石井正忠、前身の n t t 関東出身が監督に、スカウト担当の西脇哲也が強化本部長に、就任した。しかしながら、石井就任後の第32節続く、第33節でも勝利できず、J2 降格が決定。リーグ戦中断期間に補強した、マルセロ・トスカーの、カウエ、キム・ドンスも振るわなかった。 最終結果は5勝10分19敗で最下位の18位に終わった。ワイリシュル・バンカップではグループステージ6試合中4試合を終了した時点で2分2敗となり、この時点で決勝トーナメント進出の可能性が立たれ、最後の2試合は勝利したものの2勝2分2敗の4位でグループステージ敗退となった。スローガンは維新を中心にして考案された。 創立20周年である2018シーズンからは体制を一新。コーチ陣を全員入れ替え、長く続いたポゼッションから良い,いのした本来のスタイルである堅守速攻に原点回帰。ユニフォームも原点回帰し、ホームは全身オレンジ、アウェイは全身ネイビーとなる。さらに全身ホワイトのサードユニフォームが追加される。一新体制2年目。 岩上雄三が松本に復帰し、張戸隆二が琉球に、瀬川裕介坂人が柏に、大屋翼が徳島に、松井賢也が水戸に、和田拓也が広島に、長谷川有矢ジャスールが名古屋に、高瀬雄光が熊本に完全移籍し、藤沼拓夢、山田陸が森岡に、清水慶喜が秋田に、黒川厚志が水戸に期限付き移籍。 大型補強を行い、トスから富山隆光が復帰し、名古屋からロビン・シモビッチ、新潟から堺・千福、福岡から三角雄大、熊本から島田慎太郎、水戸から笠原昇し、岩田から中村大介が完全遺跡で加入し、新卒選手として、昌平高校からスケアイ自命、大宮ユースから奥野北正し氏が加入するなど、県主速攻というクラブのスタイルにフィットした選手を、 補強。夏の遺跡期間では、カウエが新潟に期限付き遺跡した一方で、全横浜 FM のダビド・バブンスキーが加入したほか、畑尾博人が名古屋より期限付き遺跡で加入した。J2 優勝を目標に掲げ、クラブ創立20年目のシーズンに臨んだ。開幕戦、甲府戦では、勝利を収めたものの、第9節終了時点で2勝1分5敗と黒星が、 先行し、19位まで順位を落とす。翌第10節から第12節まで3連勝し、シーズン初の連勝を記録すると、その後は成績が向上。第16節からは、第21節まで6戦負けなしを記録し、前半戦を8位で折り返した。後半戦も最初の2節を連勝し、第24節、徳島戦に敗れるまでの8試合にまで、無敗記録を伸ばした。 第29節で開幕戦以来の J1 参入プレーオフ圏内となる5位に浮上し、その後の試合は、松本、大分、横浜 FC、町田、東京 V、福岡と J1 昇格枠を争う展開となった。第39節から最終節開始前まで昇格圏外の7位に順位を落としたが、最終節、岡山戦で、菊池光翔のゴールにより勝利を収めると、 プレイオフ圏を争っていた東京 V、福岡が引き分けたことにより5位に浮上し、参入プレイオフ出場が決定した。参入プレイオフ1回戦では、6位、東京 V と対戦。レギュレーションに基づきリーグ戦上位の大宮は、引き分けの場合でも2回戦進出となる状況であったが、東京 V 側が退場者を出し、11人、対10人と、数的有利の状況の中で、 後半26分に失点。その後スコアは動かず、0から1で敗戦し、プレーオフ敗退。来期の J に残留が決定した。渋谷、伊藤良監督の時と比較すれば、ポゼッションから堅守速攻へ転換はしたものの、それでも攻撃的なスタイルは変わらなかった。石井監督は、全所属の鹿島アントラーズでは、アグレッシブなショートカウンターをベースに置いており、 リーグ戦開幕前からアグレッシブに前に出るということを再三提唱しており、リーグ戦終盤でも攻撃的なスタイルを提唱していた。リーグ戦終了時、得点数65点という記録を出し、大前元則が得点王になるなどの快挙を果たすが、守備に難があり、失点数48点となった。首位の松本山宮 BFC は得点数54点で、 大宮を下回っているが、失点数34点であり、大宮は、松本山宮美の失点数を一回り上回っている。ホームスタジアムは、埼玉市大宮公園サッカー場、ナックファイブスタジアム、大宮略称はナックであり、熊谷スポーツ文化公園陸上競技場でも、不定期にホームゲームを開催する。なお、過去の開催スタジアムは過表参照のこと。 練習場は2013年より、埼玉市西区の大宮 r d ジャ練習場、埼玉市西大宮サッカー場を使用し、クラブハウス、オレンジキューブを併設している。なお、2012年以前は、NTT 東日本総合グラウンド、敷地を使用していた。また、2004年3月から、西大宮サッカー場からほど近い場所にある秋葉の森総合公園サッカー場、 埼玉市西区をサブ練習場として使用している。アルディジャホームページにデータが記載されている2001年以後、天皇杯は除くイコール建設、改修中 J リーグ杯、イコール J リーグカップ。リスをモチーフとしており、アルディは1998年、ミーヤは2008年に登場した。なお、2009年に公式マスコットとして認定された。 両名とも2012年より、ゆるたま応援団メンバー。アルディとミーヤは、仲良しのカップルであり、公式プロフィールにも、アルディの欄には、好きな女性のタイプ、ミーヤ、ミーヤの欄には、将来の夢、アルディとナックハイブスタジアム大宮で、結婚式を挙げることと書かれている。U-15、大宮アルディージャの決算は、次の通り、楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。